はいみなさんこんにちは歴戦二講師の森山ですで今回は記述の配点のですね変更を受けて森山クラスの皆さんにお話をしておりますぜひ聞いていただければと思います で実は、ですねこの期日の配点が今まで70点だったものが140点に増加したという発表が法務省からありましたその詳しいことはですね私の方が動画の方でレックから出している動画でお話をしておりますからぜひそちらをご覧になっていただければと思うんですが、まあ、今回はそれを受けて皆さんがどのように対応すればいいのかということについてお話をしていきたいと思います。まままず、まあ、大ききななな話をすすれればありり心配しいいでくだささと言った形になりますそれはまあ皆さんがやるべき勉強 といいうのは一つはつ変わりがないからですね卓一資金試験についてまずは上位20%に入らなければいけませんから卓一の知識をしっかりつけていくということがやはり1年目の人には必要になるしその中で期日で必要な知識も身につきますからまずはそれをないがしろにすることはできませんですから皆さんがやるべき勉強は変わりがありませんから情報に振り回されることなくしっかり地道に今やっている勉強をしていただければと思います。で 必要なことがあれば、講義の中で全てお話をするし、対応するし。で、もし追加のフォローが必要であれば、それもやってきます。ですから、そこは安心して、もせっかく講義を受けていただいてるんですから。その、応募に乗ったつもりで、しっかりついてきていただければいいかなというふうに思います。で、何も変わりがないと言いましたが、まあ、配点が変わる以上。 まあ何も変わりがないわけではありません、皆さんがやるべきことは変わりがないですが、戦略というか、例えば今までは択一でしっかり上乗せをすれば、期日がもう本当に基準点ギリギリでも合格できるよといった話はありましたけれども、うん、期日でのですね、択一での上乗せというものが、まあ、限界が生ずるということはもちろんこれからは生じます。 あの記述の配点が高くなりますから、期日の重要性が増すわけですよね。ただ、そこも戦略は変わりがありません。で、現にですね。あの、森山クラスの一発合格者の方、みんな期日でしっかり点数取ってます。期日については、あの知識ひ雛形。それからそれを動かすための解放などがありしえ、それを場数を踏んで練習しなければいけません。それは以前からやってること変わりがありませんし。し現に皆さん上位で受かってます。 で皆さん復習でやっている携帯証書士の記述式に関してはもうこれを見たら何をチェックしろってシステマチックに全て書いてあるし講義でお伝えしておりますよね。だからそ,れはそこは元々バッチリ 期日対策はしておりますだからそこはしっかりついてきていただければ大丈夫ですえー、いろんな変更はこれからもあるしえこれからですね直前になるに従ってで皆さんもそういう大きな変更だけでなく自分自身のこととして予定通り進まないとかそういうこともありえますでもそこはしっかり勉強を進めていただければいいんですもう一歩一歩一緒に進めていきましょうでまた細かいこととか ホームルームなどもまだありますから、あそこで一緒にまあ心配があればお伝えしていただければいいし、不安もどんどんぶつけてください。で、12月にもホームルームありますよね。えそこでまたお話をしていきますから、あぜひ不安や心配があれば一緒に解消していきましょう。では引き続きまた一緒に頑張っていきましょうね。